はい、どうもお疲れ様でございます。ダメでございます。今日はちょっと簡単な、ご紹介、ご紹介 頼んでいたものがね、届きましたんで、今日はちょっとね、それを、見ていただきたいなと思います。以前にね、ハンドガンのお話なんですけども、私が持っている、ブローニングハイパワーね、ミリタリーモデルなんですけども、がちょっとね、クラック入っちゃったっていう話をちょっとだけしたと思うんですけど、それのね、ちょっとスライド、マーク3のね、スライドが届きました。はい。でね、こちらになります。株式会社田中っていうことでね、スライド5700円って なかなかやっぱね、田中さんのパーツは高いですよね。いや、早速ね、ちょっと開けていきたいと思います。これ組み上げるのはね、またちょっと日を改めて、年明けになるか、まあ年内のちょっとお遊びになるか分かりませんけども、まあそうしよう、ね、そう作ろうかなと思いますね。一応ヘビーウェイトモデルをね、手に入れました。はい。こんな感じ。ちょっと分かりづらいかな。こんな感じ。こんな感じね。はい。ブローニング、アームズカンパニー、なんとか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 ってね、こう書いてあります。はい、こんな感じですね。で、反対はこんな感じ。チャンバー部分ね。はい。で、エキストラクターがね、外付けになる、まあ、いわゆる現代の、オートマチックの拳銃にもう似てるというか、もうその状態ですね。はい、こんな感じ。こんな感じです。はい。こっちは刻印はね、特に入ってないですね。で、今回頼んだのは、フロントサイトと、あとはリアサイト、それと内蔵のパーツでね、こんな部品、これリアサイト、これフロントサイトっていうことでね、手に入れました。はい。具体的にね、どこ壊れたかっていうのをね、ちょっと今日ご覧いただきますかね。これ、ブローニングね、ミリタリーモデルになります。これなんですけどね、ここちょっと分かりづらいかな。ここね、ここにこう筋入ってますけど、これが実はクラックなんですよ。これが入っちゃったということで、交換になります。で、これなんでクラック入ったかっていうと、この部分ね、これが実はエキストラクターなんですけども、そのエキストラクターが内部にこう収まってるっていうモデルなんですよ。で、このハンマーのところにね、ちょっと丸くこうついてますけども、これがまあそのエキストラクターの延長されてるパーツという、まあ形になってるんですけども、模してるんですけども、この丸いパーツをね、芋ネジでこう下から止めるようになってるんですよね。その芋ネジのね、止め方が悪かったのか、きつく止めすぎたのかで、ぐっとこう行き過ぎて、ここクラック入っちゃったっていう感じですね。いう感じです。はい。グダグダな話ですみません。でね、そもそも、ブローニングは大好きなんですけども、ミリタリーモデルって、このサイトがね、この可変するサイトが実はあまり好きじゃなかったっていうのがあるんですね。で、やっぱりビバリーヒルズコップっていうね、昔映画がありまして、エディ・マーフィーっていう俳優さんが主役をしていたね、刑事もののアクション映画だったんですけど、まあ、コメディかな。そのエディ・マーフィー演じる、アクセル・フォーリーっていう刑事が、この、ブローニング使ってたんです。で、ブローニングいいなと思ってたんですけど、その劇中に出ていたブローニングはどちらかというと、こういう感じ。こういう感じ。いわゆる、こういうミリタリーの、こういうサイトがついてない、普通のね、
サイトがついてる感じ、こういう感じですね、うん、なので、まあ、いずれちょっとこうしたいなと思ってたんですけど、まあ、あのいいか悪いかうまい具合に壊れてくれたんで、まあ、こうやってね、今度使おうかなと思います、はい、だからこう完成形に近い状態がね組み上がるとこんな風になりますせという感じね、になります。はい、まあ、いわゆる一般的なブローニングの格好にちょっとなったかなっていうね感じですけども、はい、これをねちょっとやっていきたいなと思うんですけどもね、うん、まあ基本的になんていうのかな、あの内部パーツはこのミリタリーもこっちのね、まあビジランテマーク3か、マーク3ね、あのこれミリタリーじゃないの確かビジランテっていうと思うんですけど、ビジランテのスライドじゃなくて、まあ、マーク3の今回はスライド入れましたから、まあ、完全にこうなんかハーフみたいな順になっちゃうんですけど、まあ、ビジランテ風みたいになるという感じに、ねなるのかなと。ただ外観はねそんなにまあ、ビジランテっぽくってね、いますし、じゃなきゃマーク3をなんか木グリに変えた、木グリップに変えちゃったみたいな仕様にも見えるんですよね。まあハンマーが違いますけどね、マーク3だともうちょっとこう今風の感じのハンマーになってますね。こういうつるっとしたやつじゃないんでね、うん、になりますけども、まあまあこんな感じで、ちょっとね作っていこうかなというふうに思います。はい、ということで、今日はね、田中からね、パーツが届きました。ブローニングハイパワーのねマーク3用のヘビーウェイトのスライド、入荷しましたっていうね、お話でございました。これまたあの組み付けるね、あの内部のこっちのミリタリーの内部のパーツを移植して作っている時の動画とかも出したいかななんてね、考えておりますので、また機会がありましたらご覧いただきたいと思います。以上です。